お久しぶりです。ナオです。モトキです。うわ遅い。今日珍しくちょっとみんなに何をやるかこう先にお伝えしといて、はい、で今日それ用意してもらったんですけど、はい、しましたね。チキチキいきなりやるのか福袋交換か。フィッシャーズでもちょっとやりたいねって話してたのに、まあまあ、なんだかんだできなかったじゃん。そうだ ね企画がなければ絶対やってないと思う。なんか照れくさくないてかもうここまで一緒にいるならいいやって感じになるわ。日々一緒にいることが何よりのプレゼントじゃん。うわって言っちゃったお前それが正解のリアクションだからいいよ。まじまじ考えてちょっと気持ち悪いけど気持ち悪いね。まあ、で企画だったらやりたいなと思う。あ、そうそう、他言いながらお前めっちゃクリスマス交換会やろうって言ってたじゃん。それ俺が言ってたんだよ。じゃあなんか順番に出してく、うん、はい、こちらです。ナオの福袋でございます。おまあ中身はお楽しみ。はいはいはい、YouTube ロゴじゃん。そう、おシルクの福袋と、うん、なっております。おお、これが元木福袋。買ったんだけど一回も使ってないオルファのカッターがついてます。パッと開いてもらって、うん、もうスッと服を楽しんでもらおうっていうそういう心遣いね。よいしょ。はい、あら YouTuber ファーフェスの時にね、いただいた袋の。そうね、お楽しみに。はいはい、まさぶくん、これあれだよね、みんな各々家にあった私物を、そうです、もうなんかプレゼント用なのかなのかわかんないけど、まあまあまあ、まあ、詰めてきたんでしょ。そう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 、二人とも、そう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 。なんか怪しいんだよな、お前らの。そう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 。この中で誰に自分のあげたいか指さそう。せーの。あれ、え、あれ、かぶってる。すげえ。元木がんだほう、マサイがんだほう。あ、かぶってるじゃん。あ、じゃあ俺こうしようかな。じゃあ俺ね、んだほうくんが元木へ、うん、俺がマサイへ、元木がんだほうへ、マサイが俺へ、はい、いいんじゃない。もうこれ好きですよ。おう、もらったものは必ず家に持ち帰ること。マジかどんなものが入ってもいらないとかなしだからね。じゃあお待ちましょうか。おう、これに関してはオープンだよ。あ、じゃあそれ開ける。これから行こう。開ける。もう見えてんだよなガサッてやってみ。ガサッてやると面白い。せーの。え、あ、あ、あ、ティッシュの塊です。ゴミにしか見えないじゃあ次。お、よく飛ぶペットボトルのキャップを厳選した。なんか一時期やってたんだよな。これほんとよくね、手にフィットする。これをずっと持っとけば、うん、外で外出して手にフィットしないなこのペットボトルって思っても、うん、そこにこう帰ればいいんだけど。あーあーじゃねえ何を分からせようとしてるの。え、何、怪しい、怪しい、化石はい、ヘビ。これなんですか。俺がかじったマムシ。かじるな粉末にするといいよ。あ、漢方みたいになるんだっけ。あ、なんか体にいいやつだよね。そう、ね、漢方。でもできればそんなに飲まないで。なんで。見る楽しみを覚えて。まあ見て楽しんでたのこれカスカス見て楽しんで。新しいなんかフェチができるマムシフェチまあ普通の福袋から出てこない、ね、出てこない、出てこない。ちなみにそれ1万円ぐらいですから。高えなおめえあ、これいいね。うんうん、メグリズムのホットアイマスクですね。うん、箱ごと入れようと思ったんだけど、うん、それちょっともったいないな。いや、箱ごとちょうだいよ1枚でいいやと。ケチだなこれでけえなんだよな、うん、棒チョコ。これ食えるでしょ多分。賞味期限2年前です。やっば、バカ野郎。これ俺喜んでないけど、お前喜んでる。いい反応だなぁ。ざけんな。棒チョコいただきました。パンがなくなるまで飾っといてよ。多分ゴミ置き場に飾っとくわ。お前じゃあもらったものなんだぞ。そうだよ。シャンパンとかってさ、うん、こう年季が入ったりすると高くなるじゃん。まあうまくなるからね、あれはね。それも100年ぐらい持ってたら、うん、100年前の棒チョコって言うからね。誰が得するの次、じゃあラスト、シルクの福袋。ヘビのおもちゃ。しっかりしてんの、ね、本物のヘビ出た後にそれ出るとどう思う。残念だなと思う最初にバッてこうティッシュをどかした時に、うん、わーってなったらこいつの活躍だったけど、その後本物出てきてもさ、わーってならないじゃん。ならないね。どっちにしても変なリアクションになるじゃん、うん、相当気持ちいいよねあいつスリザリンだわスリザリン上だ、スリザリン上だ。そうか、スリザリン、スリザリン上だ、スリザリン上だ、スリザリン。ということで、
シルクのプレゼント開けました。はい、はい、以上でございます。ありがとうね。開けます。マサイのやつ開けようかな。おう、うん、なんのこの前マジじゃん。ちょ待って待って待って。ない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 。おー、かわいい。ピカチュウ、イエーイ。むっちゃかわいいし、なんか柔らかそう。ちょっと愛着湧くな、こいつ。はい。おお、ゼルダの伝説とスプラトゥーンのスマホケース。あら、はい、ちゃんと公式のやつだね、これ。これ気分に合わせて、なんか使い分けるのいいね、いいね。はい。あらフル充電だし。はい、えらい。え、はい、モバイルバッテリー。フィッシャーズね、モバイルバッテリーなくしがちなんですよ。なくしがち。そうそうそう、うん、だからいくつかを蓄えといて、こうメンバーに渡したりとか貸したりする時あったんだけど、どうせなんか誰かにあげちゃえと思って入れておいた。いや、ありがとう、ね、助かる。いいな、むちゃくちゃ助かる。あ、これいただけんの嬉しい。あ、すごい。何、はい、IC カードとかが入るエヴァンゲリオンのやつですね。え、めっちゃいいじゃん。おお、そいつ価格1万円です。だっか。これね、IC カード入れてこうかざすと、エヴァのコアの部分見てみる。あ、これか。そう、そこ赤 LED が光るっていう。あ、ピッてやったら光んだ。面白い。すげえ。スイカとかパスも入れてピッてやったら、そうそうそう。そこマサイって名前ついてるから、ね、てかすごいね、基盤に名前とか入れられる。入れられる。すげえわ。俺マサイか。ちゃんといいのが入ってる。割と高額っていう。そうだね、うん、福袋らしい。どうした。坊主にした時の写真、これそんな古くねえんだよ。お前編集だろ。お前くしゃくしゃにしたな、これ。した。お、俺本当にスリーザリンの顔。すげえ。ハリーポッターの魔法の杖です。完全に伏線だったんですよ。ね。はい。杖です。坊主でそれじゃボルデモート。例のあの人。いやー。ノー。あのさ。黒い袋にダースベイダー入れたら見えねえよ。ちっちゃいダースベイダー、途中まで気づかんかった。痛い痛いとかじゃねえんだよ。知らねえよ。はダースベイダーの音じゃねえんだよな。こいつのこうをやるべきじゃない。まあ、今のままだと江戸晴美だったから悪かったな。なんか打ち合わせしてた？してないよ。してない。マジでしてない。面白い具合に粗悪品と良品の入れ替え。ホットアイマスクの箱いただきました。1枚あげたら14枚来た。アドソンね。アドソン。カードゲームかよ。すげえ、ありがとうございます。やば。これラストじゃない？うるせんだよな。ちょっとこっち乾いて。俺の方見て。ああ！出た！シンメトリーで使った動画の中に出てきたやつら。そうだね、服がいっぱいある。お前後ろはい、ということで、うん、終わりました。おはい、マサイからプレゼント終了。なんかいいプレゼントだったね。うん、じゃあ俺のあげてよ。あ、こっちから行く。うん、よし。おダホちゃんの袋、うん、僕がいただいたんであげたいと思います。うん、すげえもちもちしてんだよね、こいつ。はい、なんこれ白いよ。なんこれ。やばいやばいやばい。なんで手に入れたの？ニンニクって思うじゃん。うん、長沢くん。藤木くんは本当に卑怯だね。言うね。腹立つなー。すげえなこれ。お、闇金牛島くん。同じの2個買っちゃったから。漫画それよくやるよな。やるでしょ。やる。並びがすごい。並びすごい。並びが。はい。え？お？ポテトチップス薄塩味。うん。誰か太らせたいと思って入れた。あ、そういう感じで入れたのね。そうなの。枕にしてこれ読みながらこれね。そういうこと。あ、正解。これこういうやつね。はい。これも大真面目。傘かな。そう。おお、だよね。あ、長澤くんだけ見えてた。こいつだけ見えてた今。雨の棒って書いてレインボー。なるほどね。うんうん。これはシャツか。二つ入ってる。本当だ。ま。なま？ま？L サイズのま。ちっちゃいちっちゃい。ってこれ覚えてない、この T シャツ。え、これ着たっけ？あ！頑張って前転します。懐かしいわ。着させてもらいます。ま。ゴミ入ってる。ケーブル。短っ。福袋のこの部分縛ってた。それで本来の使い方じゃない。うなほっぽいなと思いつつも全部なんかこう使える。これ最後の袋なんですけど、うん、ちょっとね品物が多すぎると思うからガンガンいきましょう。
君カードやってるでしょ。ストレージボックスケースになるのか。そう、しまっとくためのカードいっぱいしまえるよ。よし、うん、カードボックス次行きますね。はいはい、反転セット。前それロンゲの時使ったの。そうそうそう、あ、これ使いかけなんですけど。めっちゃ中古。はい、ボディーシートたち全部ギャッツビー好きにやっちゃってください。それは髪型なんだよ。冷却シート、ばあちゃんみたいな。半分仕送りだもんね。ねえ、なんだ。はい、強い子、粉ミルクか。粉ミルク、うん、こんぐらいしか入ってない。え、嘘でしょ。ほら、うまくない。あれ、お前飲んだ。小枝、何だかわかんないけど、なんかスプーンが4。しんど。珪藻土スティック。お前さ、これなんで水なの。これエビアンでしょ。事務所でもらったやつなの、これ多分。そう、でもまだ開けてない未開封。どうだっていいんだよ。なぜって話をしてんの。はい、ライトです。はい、遊戯王が3枚。え、懐かしい。ブルーアイズ、ホワイトで、最後が、うわっ、谷のマティーニ。うまっ。ずいぶん前に俺があげたやつだよね。そうそうそう、ずっと持ってて、あ、今だと思って。中3とかの話でしょ。もう10年以上前だよね。カプセルが入ってます。入ってた。ラッキーくんって言います。あ、ラッキーくん。元木が今使ってるパソコンだよね。そう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 、MSI、コップとかにこう引っ掛けるやつだね、これ。は、え、なんかこれはあの、だから回しに使っていただいて。力士じゃねえんだ。レースマシン用のおもちゃ。あー、なるほど。バイクみたいな、うん、モーターボード。これはダイソンのなんかです。待って、ダイソンではないの。これはCD が入ってました。めちゃめちゃね、有名なアルバム。そうですよね、超名盤。はい、ユグドラシルです。めちゃめちゃ名曲揃いよ。キルズも入ってるな。うん、あ、わかる。チャリンの歌はすごい。これいいね。うん、以上、とりあえず交換終了じゃないですか。はい、やった、やったね。どうですか、なんかお気に召したものありましたか。あったよ、俺は。うん、うん、うん、お前なさそうだけど。水飲むわ。動画見てくれてありがとう。ツイッターやセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてますので、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。